生を豊かにするニュースチャンネル。はい、皆さんこんにちは。ということで今日はですね、渡部さんが白黒アンジャッシュというね、番組アンジャッシュっていうお笑い芸人をアンジャッシュの2人でですね、看板番組があったわけですけども、そこに復帰されたということで、これについて今日は扱っていこうかなと思いますけどもね。はい、いやいろいろありました。渡部さんの今更なんか多目的トイレとかいう話はもういいかなと思いますけども、その前にチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。チャンネル登録はですね、この動画の、下の欄にございますですね、下のこっちですね、すいません、この動画のですね、下の欄にございます私のチャンネル名の右横にある赤いチャンネル登録ボタンを押していただきますか、もしくはですね、この辺にありますですね、こっちにありますチャンネル登録ボタンを、私のチャンネルのロゴをクリックしていただいてもチャンネル登録ができますんで、よろしくお願いしますということで始めていこうかなと思いますが、復帰されたということで、千葉テレビで放送中の白黒アンジャッシュで、ですね、渡部健さんが復帰されたということでございました。49歳ですね。で、いろいろありましたけども、2017年に佐々木希さんと結婚して、2020年に不倫が発覚ということで、その後ずっと活動自粛されていて、ようやくですね、確か20年なんで、2年というか、1年か。1年半ぐらいですかね。経ったというわけで、一応活動復帰ということでございました。いろいろ意見はあるでしょうけどね。その番組の内容、ちょっと今、これですね、記事、スポニチさんの記事から今日引用させてもらおうと思いますが、まず小島さんはまず一人でですね、出演されまして、そこで、あいつの行ったことにご迷惑をおかけしてすいませんでしたと、謝罪されたということで、渡部が登場すると態度がでかいのに気づいていたけど、注意できなくて、俺もそこに関しては責任を感じている部分もあって、これからは調子に乗るなよと言っていくと、厳しく接していくことを明かしたと。で、いろいろあったみたい、続くんですけども、すごいなと思いましたけどね。その後、渡部さんが登場してですね、あいつからもいろいろ挨拶があると思うので呼びたいと思いますということで始まりまして、渡部さんが、これ日刊スポーツの記事も引用させてもらってますが、渡部が登場した。渡部はカメラに向かってよろしくお願いしますと頭を下げて、小島に向かってもよろしくお願いしますとお辞儀したと。渡部さん本当に神妙な面持ちで、すごい真面目な顔でですね、まずは視聴者の皆様、僕がしてしまった本当に馬鹿げたことで本当にご迷惑をおかけしたことを心よりお詫び申し上げますと、本当にすいませんでしたと謝罪したということでした。特に多目的トイレを必要としている方々、大変なご不便をおかけしてしまいましたし、大変不快な思いをさせてしまいました、本当に申し訳ございませんでしたと伝えたというわけですね。でさらにその後、本当に涙ぐみ声を詰まらせる小島から、奥さん応援してるのと尋ねられると、渡部はうつむいたまま家族でまた一から頑張っていこうと思うと思いがあって、こういうふうに番組に復帰をしたいとで思いには賛成してくれるということで、家族が全面的にバックアップしてくれているということを明らかにしたということでございました。小島からは、さすがに俺たちも30年目か、気捨てるのもちょっと違うし、どこか助けてあげたいかなという思いもあるけれども、お前のためというよりはアンジャッシュのため、お前の家族のためかなと、奥さんとか子供とか親とかと言われ、小声でありがとうございますと感謝したということでした。で、小島さんは、このままだとかわいそすぎるなと思って、頑張って変わっていく姿を、そういう人に見せられたらなと思うと、お前のためっていうよりも、お前の家族のためって思いが一番ですと伝えられると、再び、アンジャッシュの渡部さんですね、ありがとうございますと返したと。さらに小島から、ありがとうじゃなくて、ありがとうでいいんじゃないのと背中を押されて、厳しい表情のままで、重苦しいですね、番組だったんだ、その内容最後前半はですね、重苦しい感じではあったんですけども、もちろんしょうがないでしょうね。その謝罪から入るっていうのは仕方ないことだと思うんですけど、その終盤から徐々にですね、小島さんが徐々に新生アンジャッシュ、新しいフォーメーションを、てか探っていくしかないよね、と述べて、それに確かに、本当に負担をかけてしまうんだけど、それでも一からやっていかなければいけないなと思っていると、渡部さんも同情されたということで、小島さん、パワーアップした、アンジャッシュを見せられたなと思うというのはちょっとあるけどね、この空気で現場行けないからねと、
どうなるかわからないけど、ということで、次回から通常バージョンで普通にやっていくそうなんですけども、まあ、最初の方は、重苦しい雰囲気になりましたけども、後半からはちょっと、スタッフの笑いもですね、ちょっと出てくるような感じでですね、少しは、戻せたのかなというところではありましたね。はい。小島さんが、硬すぎると。俺に対して硬すぎると敬語を使う渡部さんに対してですね、渡部さんのモノマネをしたりですね、ちょっとその辺を笑いに変えてですね、できた感じはありましたけども、スタートとしてはね、そんな、素晴らしいスタートではありませんけども、地道にスタートされたということなのかなと思いますけど、このフラッシュさんの記事ではですね、実際、渡部の吹きとか好きにしてようと思ったけど、実際吹きしてるところを見たらめっちゃ軽音感やばかった。想像の1000倍無理だったとかね。正直嫌だわ。軽音感が強すぎてちょっと無理だわ。見る見ないは個人の自由だけど、渡部の不快だから私は見たくない。やったことがゲスすぎるということを、そういう批判のコメントがツイッターとかでですね、言われていたりとか。あとは、これからは大変だろうけど頑張ってほしい。妻や子供、相方のためにもと。いうようなコメント、応援のコメント、応援というか、やれよ、ちょっと頑張ってやれよというようなことを、述べている人もいるということでありました。いやー、大変ですね。大変ですけど、渡部さんもね、やるしかないですよね。そう思いますけどね、なかなかもうやるしかないというか、厳しい状況というわけですけどもね。今後どうなっていくのかというのを見ていきたいですね。いやー、ほんと厳しいというかね、そういう感じでね、大変なわけですけども、いろいろ声はありますけどね、頑張ってほしいなと僕は思いましたけどね。いやー、本当にね、思ったのは、本当アンジャッシュさんの、やることは、本当人間っていうのはね、ニワトリみたいに、ニワトリはなんか一歩歩けばね、物事忘れちゃう。それほど人間バカじゃないかもしれませんが、人間の記憶っていうのはね、人間っていうのは日々こうね、記憶っていうのは曖昧になっていくわけですよね。その原因はなんか、人間のこう脳みそがですね、脳みそと体がどんどんね、細胞が絶え間なく、こう入れ替わって食べたり、排泄したりとか、そういうことを繰り返してですね、行くうちに、細胞がね、どんどん体から入れ替わってるって話ですけども、その過程で、いろいろ形、記憶っていうのは、細胞とか、それの組み合わせとかで作られてるんじゃないかって言われてますけども、だんだんその組み合わせが、うろ覚えになってくるというか、ちょっとずつ、もちろん、原型を留めているとか、ある程度覚えてるんだけども、なんかちょっとずつ変わってっちゃう。パズルのピースが変わってっちゃうということが起きてですね、どんどん記憶っていうのは薄れていくものなんですね。ということもあってですね、特に他人のこと、自分がこう強いストレスを受けた、強い、本当にだからもちろんね、不快に思った人はいると思いますけども、その心的外傷というかですね、PTSD みたいな、いうことでは、実際に被害を受けたとか、そういうね、いじめを受けたとか、そういう、本当に頭に焼き付くような記憶じゃなければですね、特に他人の、不幸とか、そういうことに関しては、簡単に忘れちゃうわけですよね。この点を考えていくと、陣内さんもですね、不倫だったと思いますけども、なんかいろいろ報じられてましたよね。そういう感じでですね、マスクで今もね、陣内さん出てるわけですから、ちょっと陣内さんのやったこととはちょっとレベルが違うっちゃレベルが違うんですけども、とはいえですね、それでも、チャンスはあるんじゃないかなと思いますんで、見るか見ないか皆さんの自由ですので、それはあると思いますけども、もちろん嫌いだったら見なきゃいいと思いますけど、僕はね、ちゃんと反省して再チャレンジするっていうこともね、大事だと僕は思うんですよね。彼の場合も、お笑い以外の道ないと思うんでね、大事なことは、感じる嫌悪感よりもですね、面白さみたいなのを、それを上回るですね、ものを作っていかないといけない。挽回していかないと。そのためには、本当に修行しないといけないしですね、今までの通りのやり方じゃ全然うまくいかないと思うし、そういう意味でですね、その嫌悪感を吹き飛ばすほどの、
笑いですよね。そういうのが求められていくんじゃないかと思いますけど、まあ今のところまだ千葉テレビですので、今後全国放送には出れるのか分かりませんけども、出るためにはですね、そこが求められていくんじゃないかなと。まあ、本当に地道な活動というかですね、地上波出られるか分かりませんけども、もう地道な活動ですね、が必要になっていくんじゃないかなと思いますね。そういう中で、千原ジュニアさんですね。千原ジュニアさんも、なんかぜひとも支援したいというようなことを申し出ているということでございました。いや、本当に千原さんはね、いや、すごいなというか、本当に、まあ、素晴らしいなと思いますよね。ましてはね、渡部さんって今ね、別に、事務所も一緒でもないしですね、まあもちろん出演されたりとか、そういう経験は、共演されたりとかいうのはあると思うので、もちろんそういう関係はあると思いますけども、まあ、そういう中でですね、手を差し伸べるっていうのはすごいなと思います。声をかけていただけるなら私はいつでも行きますと発言。これはTBS のゴゴスマですね、最近話題のゴゴスマで発言された、まあ定番っていうか、毎回出てるそうですけども、千原さんはね。その中でですね、ザ・マミーというっていうクズ芸人みたいなキャラが、立ち出している後輩芸人を呼んでみたいな、でもそのホスト、かっこ渡部が一番クズ芸人なわけでということで、まあ、そういう形で、まあお笑いコンビザ・マミーが、ゲストで、そのゴゴスマ？あ、違う、ゴゴスマじゃない、このですね、今度のアンジャ白黒アンジャッシュの番組で出演されるのがザ・マミーっていう後輩芸人ネタのお笑いコンビが出るんですけども、まあクズ芸人みたいなキャラが出てくるんだけども、その呼んでる側がもっとクズなんだよねっていうことで、まあ本当にすごい番組だなというふうに言ってるみたいですね。まあ下のゲストを入れるよりもちょっと上とかボロクソ言える芸人を呼んだ方が、もしかしたら渡部と一緒にテレビ出たくないっていう芸人がもしかしたらいるかもわかりませんけれども、ちょい上とかめっちゃいじってくれる芸能人を呼ぶ方が渡部がフラットになるんじゃないかということで、まあそれそうだと思いますね。なんか年下だと気使っちゃいますからね。気使わないでバンバンこうね、尻を叩くじゃないですけども、厳しいこともまあいろいろやってほしい、やって、そういう人を呼んだ方がですね、いいのかなと思いますよね。本人、まあその呼ばれたら千原さんも行くということなんで、いやー本当に頑張ってほしいしですね、まあもちろん周りもまあ応援してるんじゃないかなと思いますね。ただまあいかんせんね、まだ嫌悪感というか視聴者の方はですね、嫌悪感を持ってますんで、それをどう乗り換えられるかですよね。それが一番大事。まあ失敗してもね、人間まあなんとかなるかなと思いますんでね。なんとかなるとか、まあなんとかならないこともありますけども、まあ努力次第ではですね、渡部さんも、まあ返り咲くことができるんじゃないかなと僕は思ってますけどね。てかまあ、それしか彼がですね、奥さんとか子供に果たせる、ないんじゃないかなと僕は思いますね。まあ、築地で働くのもいいですけどね、なかなか築地で働いてもそんな稼ぎもないでしょうしね、まあ、そういう感じでですね、終わろうかなと思いますけども、いやー、本当に渡部さん愛されてるなと思いましたね、周りの人からね。まあ、渡部さんから愛されてるのか、もしくは小島さんが愛されてるのか分かりませんけども、いや、僕はまあ、もちろんね、それは嫌悪感もあったりしますけども、ただまあ、それ以上に、なんて言うんでしょうね、まあそう、もしね、この渡部さんがですね、復帰できずにですね、また、やってしまったらね、このまままた、なんか、再犯というかね、また悪いことしちゃうかもしれないわけですから、まあ、そういうためにもですね、復帰してほしいなと思いますね、僕はね。まあ、なんて言うんでしょうね、もちろん不倫なわけでね、まあ、あと、まあ、ね、不適切な、多目的トイレの、利用っていうのは本当ひどい話ですけども、ただまあ犯罪というか、まだ犯罪まで言ってないわけです。法的にはどうというのはないですからね。そういうこと考えると、ちょっと脱税しちゃった徳井さんがなんで出てんだって話もありますけど、まあそんな感じでですね、まあなんか芸能界は変だなと思うところもありますけども、ただまあ僕はね、頑張ろうとしてる人は応援したいと思うしですね、まあそれはまあどんな人であれね、僕は応援したいなと思いますんで、そのところで終わろうかなと思います。以上です。